いろいろあって終業式は伸びちゃいましたけど、今日で無事1学期も終わりです。みんな夏休みだからって羽目を外しすぎないようにね。また2学期に元気で会おうね。柊木さん、最後の挨拶お願い。はい、起立礼。いやー、あの地震のせいで1週間伸びちまったけど、今年もついに夏がやってきたな。女の子が開放的になる季節、男3人今年こそ頑張ろうぜ。亮太は相変わらずだな。つうわけで早速どっか寄って帰ろうぜ。こうもバイトはねえんだろ。あー悪い、今日はやめとくわ。こうお前な、とにかく気が向いたら来いよ。不思議探求部だったか、他のメンツを誘ってもいいからさ。あ、りょうた。記憶が書き換わっても何か引っかかってるみたいだね。僕もいつ次の使命が下るかわからない。よかったらこうにも来てほしいかな。あれから2週間とちょっとか、森宮の異界化を覚えているのは異界を認識できる人間だけ。それ以外の大多数の人間には局所的な地震にすり替わった。あいつがいた事実も、因果が紡ぎ直されたなんて話だったが、昔なじみの亮太ですら全く覚えてねえんだからな。なんだか知らねえ場所に取り残されちまったような気分だぜ。時坂君、アスカ、今帰りか。ええ、よかったら一緒に帰らない？え珍しいな。たまにはね。行きましょう。ああ、お、コウ君、アスカも。よう、リオン、これからレッスンか？相変わらず忙しいみたいね。まあね、夏休み中もいろいろと企画が盛りだくさんだから。はい、これアスカの分も。おい、今度のライブのチケット S 席を取っといてあげたわ。何が何でも都合つけて絶対に見に来なさいよ。リオンさん、やれやれ。あ、先輩たち。珍しいですね、学園内でお二人を一緒に見かけるのは。今日は生徒会も早めに終わったんです。それに最終日ですし、たまにはいいのではないかと。ったく、
偶然そこで行き合わせただけじゃねえか。妙な噂になっても知らねえぞ。流言飛語の類なら何とでもできるでしょうし。まあ夏の間は出前とかで忙しいかもしれねえが、遠慮せずにたまには連絡してこいよ。警戒もしばらくは継続される予定ですけど、私たち3年生にとっては最後の夏休みでもあります。部活とは別にまたみんなで遊びに行けたらいいですね。ええ、そうですね。ぜひとも。それじゃあな。さようなら。あら、二人とも。一学期はどうもありがとうございました。ああ、こっちこそな。空は夏の大会も控えてるし、まだまだ忙しいんじゃねえか。やれやれ、この暑いのにほんと物好きだよね。冷房の効いた部屋で堂々と引きこもれる貴重な期間だったのにさ。もうゆうきくんったら、夏風邪ひいても知らないよ。だからその呼び方は。でもいいよ、めんどくさい。とっとと汗だくになりに武道場に行けばいいじゃん。可愛くないな。先輩、約束通り大会前に稽古に付き合ってくださいね。ああ、そんじゃ気が向いたら。いいえ、絶対お願いします。そのきっといい気分転換になると思いますし。わかった、ちゃんと開けとくぜ。まあ夏休み中にでも気軽に連絡してきてよ。オンラインの協力プレイだったら付き合ってあげてもいいからさ。あのな。それじゃあね、二人とも。はい、また近いうちに。バイバイ、先輩方。あれ、コウ君たち。なんだ、まだ帰ってなかったのか。ああ、ちょうど帰るところっす。そちらはまだ残られるんですか。終業日って言っても仕事はまだ残ってるから。補習の準備やら何やら、夏休みも教師は忙しいからな。ま、せっかくだから悔いのないよう過ごしてくれ。高校2年生の夏休みは人生で一度しかないんだからな。そんな顔すんなって。うん、そうだね。コウ君、夏休みなんだし毎日でも神社に来てね。おばさんにも頼まれてるし、美味しいご飯を作っておくから。まあおじいちゃんに稽古をつけられちゃうかもしれないけど。毎日は厳しいけど、そこそこは顔を出すさ。アスカちゃんも。それじゃあね。気をつけて帰るんだぞ。やれやれ、五郎先生も相変わらずっつうか。
国防軍の方に戻らなくてもいいのか。少なくとも夏休み中は残るつもりなんでしょう。まだ事後処理や引き継ぎも残っているでしょうし、 XRC も2学期の初めくらいまでは存続することになると思う。そっか。みんなちゃんと前を向いてるんだな。それに随分と気を使わせちまったみたいだ。そういえばアスカはどうするんだ。森宮での任務はもう終わったんだろ。ええ、そうだけど。時坂くん、私ね、今後も日本でこの森宮を拠点に活動しようと思っているの。そうなのか。ネメシス本部からの許可もすでに降りているわ。異界関連の施設も充実したこの町なら何かと便利だし、何よりも私がそうしたいと思ったから。自分で思っていた以上にこの町が好きになっていたみたい。きっとみんなの。アスカ。そっか。なんつうか、ちょっと安心したな。それはどうも。ああ、そういえば、あなたをネメシスにスカウトしたいなんて話も出ているのだけど。え？さすがに今すぐというわけじゃないわ。ちなみに美月さんや小日向君のバッグなんかも密かに狙っているみたいよ。勘弁してくれ。ありがとう、送ってくれて。せっかくだし寄っていく？いや、遠慮しとくぜ。ちょっと歩きたい気分だしな。そんじゃまたな。時坂君、あなたのせいじゃないから。ああ、分かってる。きっかけさえありゃ、少しは気持ちの整理も。今の声は、しおり？おい、しおりなのか？私にもはっきりと聞こえたわ。今のは一体、森宮か。つくづく面白い地だね。久しぶりだね、君たち。お前は異界の子、どうしてあなたが。少しやり残しがあってね。彼女の家に今から行ってみるといい。そこに君たちの求めるものがあるはずさ。
私たちの求めるもの。まさか。行きましょう、時坂くん。ああ。あれは…こいつは…ゲートか。神山温泉での試練にも似ている。あれよりもはるかに大きな力を感じるけど。先輩、これってどうしてこんなところに。みんなどうしてここに。どうもこうもあのロリッコが現れてさ。私もあの子にいきなりここに来いって言われて。揃ったみたいだね。おい、マジでどういうつもりだ。この地で何かを起こす、そういうわけでもなさそうだが。そのゲートは一体何なの。この門はあくまで君たちの因果が生んだものさ。少しずつ手繰り寄せるように。しかし確実に紡がれてきた。それがようやく実を結ぼうとしている。森宮の血そのものと結びつくことでね。森宮の血と結びつく。ああもう、そういうもやっとした言葉はやめてほしいんだけど。もしかしたら聞いたことがあるかも。おじいちゃんが言ってた。森宮では昔からたまに奇跡が起きてきたって。
人知を超えた何かがこの地には眠っているんだって。奇跡、人知を超えた何か。そういえばどこかで似たような話を聞いたような。一体この奥に何があるってんだ。どこか神聖で厳かな気配を感じますが。鍵を集めるといい。この町に眠るそれを全て集めた時、君たちは試練に挑む資格を得るだろう。試練だと？って何のための。まさか、ひょっとして。そんなのありえない。ありえないけど。時坂君。ああ、どうやらやり残しがあったみたいだ。頼む、もう一度だけみんなの力を貸してくれねえか。当たり前のこと聞いてるんじゃねえ。言わずもがなです。これも部活動の延長でしょうし。隠しボーナスステージクリアしない手はないよね。最高のステージにはアンコールがつきものでしょ。当然俺も副顧問として力にならせてもらおう。みんな、佐伯先生も。早速市内の探索を始めましょう。彼女の言っていた鍵、なんとか全て見つけ出さないと。ああ、行くとしようぜ。
Thank you.
なあコウ、俺らっていつも男ばかりでつるんでたっけか。千鶴でもなく誰か他にも女子が一人いたような気もするんだが、って何かおかしなこと言ってるな。今のは忘れてくれ。
し別の地に行くことになっても決してコウたちのことは忘れない。この森宮で得た絆は僕の大切な宝物だからね。これからもよろしく。何かあった時は全力で力を貸すよ。この中